こんにちは。はい、やっていきましょう、プロスピース。というわけで、今回はね、昨日はプロスピセレクション、今日は一昨日追加された、ま、シーズンのね、現役の方をちょっと見ていこうかなと思っております。プラス今日はゴルチケ10枚あるし、あとは S ランク契約書もあるし、 S30 パー契約書もあるという引いていきたい。そして中1純正なんで中1の選手を出していきたいというのが今日のコンセプト。とにかく出していこうかなという。まずはその前にちょっとね、追加された2選手を中1見ていこうかなと思っております。ドラゴンズいきます。もう見ての通り、中継ぎは斉藤光輝。素晴らしいですよ、この斉藤光輝。一時期防御率 0.75 あたりを叩き出したんだけど、ちょっと1回3失点5失点ぐらいしちゃって、ちょっと炎上しちゃってね、防御率上がっちゃったんだけど、一時期すごく良かったこの斉藤光輝を一旦見ていきましょうかね。よーし。そして中継ぎ適正 9位 B の73、制球64の C、 スタミナ60の C っていうことで、まあ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 、ちょっと能力的にはシンプルなんだけども、球種のところが D の146キロ、スライダー B、 スラーブ、そしてサークルチェンジ。これスライダーがね、なかなか曲がるのね、面白いなと思ってて、プラス上方向にツーシームがいいというわけですね。球速はちょっと遅いんだけど、まあ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 、これね、大会とかだったら刺さるんじゃないのかなと思ってます。なぜかというと、超特殊能力に超グラウンドボーラー、超グラウンドボーラーですよ。これはなかなかいいやつでさ、ゴロを打たせてボンダの山を築く。ベストピッチの時に打球が飛びづらくなる。ダマのフフフで幅が小さくなって、打者のミートがチューダウン。これはでかいという、これ緩急切れというわけで、ね、この超グランドボーラーが発動してしまうと、なかなか打球が飛びにくいんじゃないのかと、打ちにくいんじゃないのかなっていうのもあって、ちょっと斉藤光輝ね、まあ契約書でもしゲットできたら嬉しいなとか思っております。はい、中日はまずは中継ぎが斉藤光輝。一時期ね、7回は清水、8回は松山、9回ライバルで、ワンポイントで斉藤だったり、ピンチの時に斉藤を持っていったりとかね、なかなかいい働きをしてくれてるのでね、また一軍合流されたんで、ちょっとね、部門活躍してプロスピの能力も上がってくれたらなとか思っております。そして次の選手、ショートで山本。阪神から戦力が受けてから、しっかりと辰巳さんが取って山本という、これ代打の成功率が高いんだよね、山本なのに今2軍に行ってるっていう謎の現象が起きてます。辰巳さん、どういうことでしょうか。これはよくわからないですね。問いたいです、辰巳監督に。というわけで、ちょっと能力見ていきましょう。ショートは守備の D だけども、特殊使えばっていう形だったんで、後でちょっと見ていきます。弾道が中弾道、そしてミート61のパワーの61、走力72の P、 本当だったら同値なんだけど、走力の方が高いからこれ同値が狙えないっていう、ちょっと悲しいやつ。まあね、でもこれ内野だとキャッチャー以外は全部守れる。特殊使えばこれ C にも乗るしね、2上がって、だからオール C、 サードショートセカンドファーストどっちも C と。まあ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 、突三をすれば、なんと、全部守れるという。守備固めにも、まあ C だからね、微妙だけどできなくはないという感じです。そして特殊能力の方が、流し打ち20丸、選球が粘り打ちというわけで。まあ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 、なんとも言えない特殊能力ではあるんだけども、まあ、やっぱり中日大好きコレクターとしてはやっぱ欲しい選手です。もちろんドラゴンの選手は全員欲しい、全部コレクターしたいというわけで、ね、まあちょっと狙っていきたい一人の選手でもございますよ。というわけで、ちょっとね、長々とね、追加された選手を見ていったんですけども、まあ中継ぎ斉藤光輝、そしてショートには山本というわけで、まあ今回追加された、そしてガチャの方がね、これね、ステップ3です。幽霊をすれば新選手だけ、自チーム確定じゃないんだよね。でもステップ1が6連だから148連だったら、ちょっとそれをね、差し引いての200みたいな形で、どんどんエナジーは上がっていくんだけど、3ステップ目には S ランクが確定という流れだけど、引きません、引きません。
申し訳ないけど引きません。エナジーは取っときたい。ワンちゃんまだ考えているこの福留孝介狙いもちょっと考えているので、しばらく考えさせてください。そして今日は残った時間に、契約書を引いて、まあ、さっき説明した、斉藤山本ゲットできたら嬉しいし、その他にも中日の選手でまだ獲得できてない現役の選手が多数いるのでゲットできたらなとか思ってたりもするというわけで、まずはゴリチケ10枚いってから S30%S ランク契約書という流れでちょっと引かせてもらいましょうかね。お願いします。1、2、じゃあまずゴルチケ10倍よろしくお願いします。これしっかりと出したいな、出したい、お願いだよ、頼むって頼む、いいよ。まあ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 、まあ、ムーンが出るから、ね、ムーンの満月が出てるから A ランクはピッチャーって、さあここでしっきゅーりとしっかりと頼む、うわし、しょぼい、ニコちゃんマーク飛ばしよっか、しょうがないな、どこかで絵は出るはず絶対。おお、清宮幸太郎、最近清宮幸太郎の絵が別に出てくるんだけど、どういうことかなもしかしたらワンちゃん中日に来てくれるっていう、うん、あれかな、うーん、というわけで、じゃあ次 S30%! これ S30% エージェントちょっとコツコツやってて、S30% もゲットできたんで、これ引いて最後に S ランク契約書引いて、ドラゴンズの選手を出していこうじゃないか、頼むじょー、頼むじょーだって、頼むぞエージェント S の S30% チケット、まずは S を出していこう、絶対 A は出るから S は出したい、ここで光ってくれ、頼む頼む、お願いだ、まずは響き、もう一回来てくれ、カクテル、よし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 、ここでマスドラゴンズの選手を来てくれ、頼むお願いだ、来てくれ頼む、シェフやったー、杉山ソフトバンクホークス、まあスピ解放かミキサー要因ですね。さあ最後に、S ランク契約書いただいてもらいましょう。さあプロスピ業界で俺でゲットできた S ランク契約書、これを引きます。まあとりあえず S はね 30% でも売れたので、これをしっかりと引いて、あわよくば中日の選手お願いします、ドラゴンズ愛、ミスタードラゴンズ愛で頼むぞ、まあここはね確定なので、自チーム、自チームだった、とにかく自チームを俺は出したい、サチコとかプッてくれねえかなとか思ってるんですけど、お願いします、うわぁ来てくれないか、まあ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 、頼む、ここ来てくれ、頼む、来てくれ、よしか、丸山ソフトバンクだじゃなくて、そうヤクルトスワローズ、ソフトバンクからヤクルト、うー、杉山丸山ということですか、うん、ちょっと出せなかった仕方ねえな、まあまあ S を貯めていって最後に貯まった S をミキサー要因とかでできたりとか、まあスピ解放要因とかにも使いたいし、まあ S 出してたのは良かったんじゃないかな、 S30% で1枚ね、うん、よしとしよう、うん、ただ一人納得してるだけ、うん、ただ納得してるだけなんだけど、まあまた次回ちょっと動画出していくので、ちょっとねよろしくお願いしますよ。あー、ちょっとサイト欲しかったな、追加されたから、超グランドボーラーっていうのがまたさ良かったんだけど、ちょっと欲しかった一つの選手だったんだね、だって一回もさゲットできてないからさ、サイトはさ、まあ去年一昨年、あ、去年と今年だからね、投げてるからね、だからいつかゲットできたいので、またこれは今後というわけで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。